こんにちはこんにちはどうも小鳥山のさあやです小鳥山のもとですさて今回は感染症のボードゲームを作りましたほうほうそれをやってみましょうはいゴールデンウィークスタート1日目 1> これは5日間のゴールデンウィークを最高に楽しく過ごしながら感染症にかからないようにプレイするゲームですはい ボタンは二つしかないんですね。はい、外出するボタンと家に帰るボタンがあります。はい。では、やってみましょう。そうですね。一日目どうする?。まあ、とりあえずステイホームだけど、外出したい。したいよね。したい、とにかくゴールデンウィークだからね。うん。じゃあ、外出しましょう。お、加藤じゃん。お、加藤じゃん。はい、加藤、よう、どっか行こうぜ。行きたい、行きたい。はい、今のは友達カードで。 えっと、友達カードを引くと、友達が一緒に行動します。うんうん、これは楽しい思い出作るんだけど、うん、友達がいると、思い出の点が2倍になります。わ、うん、かる、すっごいわかる、<う>一人寂しいもん。<laughs> 一人寂しい。じゃあ、外出しようか。はい、大丈夫。加藤,と加藤と一緒にし。加藤と一緒にし。どっか行こう。外出します。加藤。<笑>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 あれ。<laughs> 家に来ちゃったよ友達の家の前をうろついたかとんちの前でかとんちの前で食べた感じかうん事情があって入れなかったのかなじゃあもうちょっと外出しようかな外出しようがダしうわ来たあパジ思い出が30の感染50あやばいじゃんめっちゃ混んでる大勝負に出てみたえっと感染率が30%以上の場所に来ると え次の日に友達が、えー、病気になります。それは友達が病気のカード出た時に説明したらいいんじゃない？そうだね。うん、下手くそ。取り,取り直そうか。やだ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 このまま行く。<laughs> はい。どうする？今さ、感染確率60%あるんだけど、うん、出る？いやーまだでも60%だから、うん、もうちょいと行けんじゃね？うん、じゃあもうちょっと外出ようか。うん、外出します。あ、まだ。あぎりぎりだ。危ない。 パチンコ<ー>勝負に出てみたなんかさ加藤の家に一さ、意気統合して <laughs> パチンコ店回ってるみたいなええー、パチンコ店に同じパチンコ屋にずっといたのかとりあえず90%だからもう家に帰ろう一、ん、回負けたのが一回も一緒、ね、<laughs> からすごい <laughs> 遊んだな、うん、はい、はい、じゃあ2日目外出しますあプラス10%になってる えっと感染あ加藤が病気になったから市中の感染率が10%上がっちゃってってことだねそうだね加藤と一緒にパチンコへ行きまくったからねじゃあ病気になってんのかな外出しましょうあ岩手おカッパ観光に来た空気が綺麗だ本当に行っちゃダメだけどでもなんかゲームだからね岩手は感染率がゼロパーなんでね安心の 希望の星ですね。そう、では、外出しましょう。うんはい、遠出したね、今日は。お、お<っ>、狭い,狭い公園。思い出ちょっと入った。うんうん、でも、一人で行動してるのはちょっと寂しい。寂しいね。もうちょっと行ってみようか。うん、外出する。あ、加藤。加藤だやばい。やっぱり病気になって。る <laughs> あ、で、病気になった加藤と会うと、感染率四十パーセントもらうから。うん えーと今90%だ、うん、ちょっと今日も帰りましょう岩手、うん、に一人で行ったし、うん、病気だからもうあれだね、うん、一緒に行動してくんないのねあ,あそうそうそう一回、うん、家に帰りますかろうかごめんよかと、うん、3日目3日目じゃ外出しましょうかね、はい、おかと<藤>うろついてんなうろついてる大丈夫か <laughs> 大丈夫気にするな 気にするわ気に家におれやばいもう四十パーだえじゃあ外出しようかうん外出しようねあっマリコさんの家マリコさん友達の家の前でたたずんだなんか立派な家だったね友達の家にいる前でちょっと楽しいからねうん。えストーカーって意味じゃなくてねマリコさん誰だろうねまああ六十パーのもうちょっと行くじゃあ外出します マリコさん散歩しないよしじゃあ病気のカートを置いといてマリコさんと2人で楽しく散歩しましょう外出しましょう外出しますはい冷静にたっかれちゃったあダメだこれ感染確率120%で感染したああ感染してしまったどうしてあんなに外出したんだろう もう一度ゴールデンウィークを過ごせたなら外出なんてしないのにうんそうかな <laughs> もう一回やろうかもう一回やろうもう一回3日目で終わったのかな今うんよし玄関のドアを開けます、はい、ゴールデンウィークスタート1日目,1日目 1> じゃあ外出しようかうんあ狭い公園狭い公園、まあ、最初はねこう狭いけど落ち着くな狭いけど落ち着く感じでねあっようできた <laughs> 今でも一人で来ると寂しいんだよねやっぱ。まあでも結構気持ちいいからね。感染の心配もないし。はいでも行っちゃだめよ。あマリコさん来た。お疲れ。マリコさん一緒に行きたかったね。いい天気だね。散歩しない？よし。じゃあマリコさんと一緒に外出しましょう。お本屋来た。あちょっと知的な。いいね。立ち読みした涼しい。もうちょっと行く？いでもマリコさん感染させちゃうといけないから。あ 大切にしていこうマリコ様加藤ごめん加藤は行って家に帰りましょう2日目外出しましょうはいあっそうそうこれ感染確率が30%以上の紫とか赤の枠のカードが出ると友達が感染する友達が一緒にいる場合は今は友達が一緒じゃないから友達は元気とよかった かときた、あ、よかったよ。パチンコの匂いを嗅ぎつけてきた。パチンコ大好きじゃ、かとと一緒にどっか行こうか。コンビニ。あ、いいね。コンビニ。うん。思い出ポイント2倍だから、結構行くよね。うん。もう、もうちょっと行こう。え、いいの。いや、だって、あ、あ、どうしようかな。かと。まあ、でも。せっかくかと出てるからさ。もうちょっとどっか行こうよ。オッケー、わかった。行ってみよう。 スーパーだ思い出がちょっと高いコンビニよりうんでも感染の確率もちょっと高いねやっぱね70%もできたねうんそうそう帰った方がいいんじゃない家帰ろうか3日目はい外出しましょうはい広い公園気持ちいいねパンダに乗ってみた悪くない1人でこれこの間されたら1人でやつやねうん何でも乗るよおっ来た か今回は健やかだなかどうな。うどっか行こう、一緒に行こう。お来狭い狭い子。狭いけど落ち着くな。これ人がいないから感染率がちょっと低いんだね、あそうそうそう。感染率が増えると人が出てくる。トンネル、通ったひんやりしてる。思い出ゼロ。思い出ゼロで感染だけ上がっちゃう。でもトンネル、そうね、通るよね、トンネル。 うん、行ってみる。どうする。トンネルの向こう気にならん。なんか、加藤せっかくいるのに点数にならないね。うん。外出する。外出しよう。うん。よし、来た。やった。大丈夫。まだ大丈夫。いける。またコンビニか。またコンビニだね。コンビニ好きだな。でもね、コンビニ違うんだよ。昨日行ったコンビニと今日来てるコンビニは。違う。おお、ちょっと芸が。どうする。 うん、感染確率五十パーでしょゴールデンウィークの思い出が二百三十点でしょう。ん、どうしようね。今のところあんまり悪いカード出てないから。あ、なるほど。一回帰った方がいいかもしれない。うん、じゃあ一回帰ろう。今回は健康的に。うん。なんとかね。ろう。無に。うん、まだ誰も病気になってないし。はい、四日目です。はい。子供の日。今日遊びたいね。遊びたいね。よろしくお願いします。 おマリコさん、マリコさんの家に一人で行った <laughs> こいつ。友達の家の前で立たずんだ。出てこないかなとか思ってんのかな。可愛 <laughs> い,い。じゃあ外出しましょう。うん、マリコさん来た <laughs>。家の前で裸眼なのに出てきたこれ偶然だからね。すごいね。<laughs> 見、うん、来てんなと思って声かけてあげようって。<laughs> 一緒にどっか行きたかったんだね。またはもしや出てとか、ま。マリコさん家にいたんですよ。多分ずっと。 ああまたゲーセン行っちゃった。あとねこのマリコさんと会うとねテンション上がってゲーセン行っちゃった。マリコさんとゲーセン行きがちだね。であどうしようかな六十パーだけどえっとまだマリコさん発症してないからえっと市中の感染率は上がらないので今日はもうちょっとだけ行動したい。オッケー行ってみよう。はしゃいで。ああ大丈夫三十パーギリギリ。ああ危ね。ああよかった。よかった。 停戦行って、スーパー行って、将来の約束をして、家に帰りましょう。はい。はい。そんな中だったんだね。いや、わかんない。ここは三角関係だと思うよ。加藤。まだまだね。じゃ、外出しましょう。最終日です。わあ。麻里子さん、病気になっちゃったから。プラス十パプラス十パーだ。 いきなり感染確率40%だよ最終日まで迎えていけどもう一回ぐらいは遅い移りみようかじゃあうん行ってみよう行ってみようあー喫茶店か喫茶店一人かなんか最終日は落ち着いて過ごしてるね本屋に行って喫茶店に行ってやばいカード出なければいけるかなまあでも本屋さんで本買って喫茶店で読んだの結構楽しかったかもうん。とりあえず帰ろうか帰ろううん 最終日はい家に帰りますクリアだクリアしました最高のゴールデンウィークの過ごし方クリア3し0点だったあ悪くない悪くないね結構いいゴールデンウィークだった友達が感染してしまった濃厚接触者として明日検査に行くおおうんタイトルに戻る戻るかなこれであと1回やってみる そうねもう一回だけやってみる面白いからもう一回だけやってなんかあれなんていうの目標作ろうよ目標うん。あ、じゃあ友達を絶対感染させないいや逆遊び倒す <laughs> <laughs> じゃあいいよ遊び倒そうか,どうどううか遊び倒すもう病気になってます、うん、<laughs> みんなで遊び倒す一日目一日目外出しましょうはい 広い公園楽しい広い公園楽しいはい次外出しますおっ切ったいきなり遊び倒してんなうんもうちょっと言ってみようおお来た来た来たすごい本屋だあでもこれ今日一日も結構楽しいんじゃない楽しいねしかも友達いないから自分だけだからこれで家に帰ればうん90パーまで行ってねなかなかいいと思うはいじゃあ家に帰ります オッケーゲーセンだ。すいてるゲーセンだね。へえ、いいね。なんか取れた。これは加藤とマリコさんと一緒に行きたかったな。一人じゃ寂しいね。ねえ。外出します。コンビニ。ゲーセン行って、喉乾えたのかな。うん、アイスコーヒー美味しそう。はい、外出しましょう。おお、岩手、今日最高じゃん。ゲーセン行ってコンビニ行って、午後から岩手に。 <laughs> いや、本当に岩手、今危ないから行っちゃいけないけど、うん、でも、うんうん、仮想でね。まあ今、今ゲームの中でね、うん、行ってください。外、うん、出しましょう。お、コンビニ。お、引きがいいね。お任せいたんだね、歩いて。うん。<laughs> ゲーセンコンビニ、岩手コンビニ、次は。あ、スーパー。スーパーあー、もう家に帰る感じだね、これ。うん、もう、あとは家に帰るんじゃない、もう、今日はどうする。 帰る？そうね。いやもうちょっと行ってみない。えもうげコンビニ二回出てるよ。うん。うん。なんかまあとりあえず引いてみようか。引いてみようよ。オッケーオッケー。あまりこさん。いやまりこさん出たか。出たね。家に帰り際にどうする？いや帰ろう。帰る？うん。 遊遊びび倒倒すんじじゃゃないのし1回だけちょっと帰り際に今日も結構疲れたけどマリコさん出てきたしマリコさん気になるからちょっとだけ散歩しよう1回だけどこか行こうああだめだ思い出ゼロだ橋小さな橋を渡ったいやどうしようやっぱ帰るかうんそんな感じだね はい、家に帰ります、はい。外出しましょう。またコンビニかよ。アイス食ってる。うん、いいな。ファミ、ファミマーケット。うん、外出します。あ、アイス食べて広い公園行って。うん、楽しいんじゃないかな。過去こないね。うん、加藤と一緒に行きたかったね。うん、なんかぼっちじゃあ、狭い公園に来た。うん、なんで広い公園か。ら狭い公園に。<laughs> <laughs> もてやましてる時間も <laughs> 加藤に出会いたいんじゃない <laughs> <を>？あ加藤探してんの？そうそうそう多分、うん、ちょっと行こうかう。うん、あ着差天に来た。もう疲れたんだな加藤探したけどいなかったし。加藤いないな。うん、60、うん、どうする？まあまあそまあ加藤を探して遊ぶという <laughs> じゃあ解説しようか。<laughs> 橋渡っちゃったよ。橋渡ろうとしたらカモンがいた。ああカモン可愛い。思い出が十増えました。どうす、ん、るどうする。うるんーどうしようね。ちょっと帰るこれ。七十パーだからな。な帰った方がいい、ね。結構でもいい流れのような感じもするから。いい流れだけどやばいカードが。ああ、うん、そうか最初一日目に出て。うん わかんない帰った方がいいかも。よし、帰ろう。帰ろう、帰ろう,帰ろう。なんかね、加藤に会いたい。加藤に会いたいね。<laughs> うん、4日目、開出します。あ、公園だ。はい、狭い公園。公園多いな、今回。んあんまりこう、あんまり遠出できないからね。岩手行ってお金使っちゃったのかな。うん。開出しましょう。本屋。本屋。なんか近場をブラブラしながら。うん。 のんびりするみたいな。のんびりしてるね。なんかいいゴールデンウクだね。あ、来た、来た、来た、待ってました。待ってました。い、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 楽しかった。え、ちょっと待って、もしかして。三日目はマリコさんと加藤が一緒にいたのかな。え、ちょっと待って。そういうこと。うん、どこ行ってもいなかったし。そうね、三角関係か。さあ、行こうぜ、加藤。あ、喫茶店。あ、だめだ、加藤病気になっちゃった。せっかく会ったのに。ごめんね。 どう,たどうしよう地味に高,く高いね。うん、320って前回よりも高い気がする。いや結構最初の高くなるような気がするよ。うん、ど,どうするあでもどうする今70%だけど。でも今ポイント2倍だよ。<laughs> <laughs> ポイント2倍だから。やばい、ポイント2倍。<laughs> 2> やばい。言葉にやばい。行、うん、きましょう。はい ああまたパチンコ来ちゃったかと思パチンコ来たからパチンコ行っちゃったあダメな友達だじゃあとりあえずこれで終了しますこんな感じのゲームなのでもしよろしかったらぜひ遊んでみてくださいえっとユニティルームの URL 貼っておくので そこをクリックして、ぜひ遊びに。ユニティルームで遊べるなら、ユニティルーム、ユニティワンウィークで検索してください。はい。え、あ、じゃ、あゴールデンウィーク。ね。外出せず自粛しながら、家の中でね。楽しく。楽しく、この最高のゴールデンウィークの過ごし方で遊んでもらえたら。楽しいんじゃない。楽しくね。ね、よかったら、あの、ユニティルームの方にコメント書いてもらえたら。あ、そうですね。ね。あの、お返事。 まあまなんかね家でゲームこうね遊んだりするのは楽しいよねうん私たちのゴールデンウィークはあれやったねえと家でゲームを作るでしたね家でね引きこもって外に出たいと思いながら作ったゲームがね今日は外に出たいね今日はねちょっとね外散歩したい安全なとこねはいはい では皆さんまたじゃまたまたね,またねバイバイ。バイバ